今サンドパークタワーの地下1階の公園、これ階段どうやって行くの、どうやって上がるの、駐車場、あ、階段こっちある、今あの声、あの掛け声かけてる人の声の書き方がなんか自分の中でつぶりまして、どうもありがとうございましたって、徐々にこうフェードアウトしていく型の、いやとりあえずそう、あの昨日何だっけな、冬用の、 あの服を、あの中のその保温、まあ保温バッグみたいのをずっと前に、あの、2年前ぐらいにあのピザ用に買ったんですよね、あの六本木 の、 あのピザ屋 の、 あのでかいサイズのピザがあの入んなかったんですよ、当時まだあの今のバッグはこうピザ用に拡張できるんですけど、当時それがなく、まあその緑のやつとかなんかはもうなんかピザを斜めにしなきゃいけないみたいな状況で、あ、これはダメだわと思って、はい、そう買ったんですけど、でなんだっけな、そう買ったんですよ、で買ってそれ、その冬寒いの、寒いからあのやっぱね、まあこれそのお店側とそのドライバーともにその保温できて初めてそのおいしいじゃないよ、そのあったかい状態で届けられるんですよね、でどっちかがダメだったらダメなんですよ、そう両方ともやっててあったかい状態で行くんですよ、で実際にあのまあ人のこと言えないんであれなんですけど、そのなんていうんですかね、まあお店もドライバーもまちまちなんですよ、要はお店もドライバーもあのまちまちで、あのまちまちで、でああそこで、まちまちなんですよ、どっちがどっちとかその言えるたもんじゃないかな、まあそれで保温買って、 でもそのまあお店側がその保温しないで、例えばその外に筒抜けの、 そのお店とかでそこにその商品が出来上がったまま放置されてると、もうその外 の、 その換気でもうすぐにその商品冷えちゃうんですよ、でケンタッキーみたいに保温 の、 その箱とかに、あ、どこだっけ、昨日行ったところでその保温の、要はそのプラスチックの、ところから取り出して渡すっていうところもあるんですけど、あのその全部が全部 のそういう風にやってるわけじゃないんですよ、で、まあ、仮にそれ、まあ、ケンタッキーとかで、まあ、やってたとしても、そのまあ配達の人なんかが、まあ、極端な話その、まあ、あのメニュー使った時に何かいたんですけど、要はその、バイクの何だっけ、あれ、あのあそこの座るところの下にその入れたまんまその運ぶみたいな感じだったりするんですよ、でそうすると保温できないから、あの夏とかだったらいいですよ、夏とかあったかい時期は別にさほどあれなんですけど、もう冬だと速攻冷えちゃうから、冬だと速攻冷えちゃうから、やっぱね、冬は、あのね、
さら、なおさらピザなんかそうだと思ってて、そう、絶対頼まない。ピザはだって、ピザの専門デリバリーの専門のやつで運んでもらって食べた方が絶対あったかくてうまいですよ。だから俺、僕全然そのポジショントークなしでピザ好きだから、やっぱりピザはやっぱり自分で持っていくか、あのテイクアップというかデリバリー、そのピザーラとかのやっぱ当たっちゃう、当たっちゃう、こっちがね、裏道なんですよ。皆さんご存じないかと思うけど、こっちが裏道なんですよ、実は。3年前の赤坂に初めて来た時に、ほんとね、赤坂鬼門だわって思ってたんですけど、いやー、今ね、やっぱ慣れですね、ほんと。慣れって大事だわ。何事も慣れだわ。あんなに鬼門と思ってた。最初の印象は全然良くないけど、その単純接触で何回も